こんばんは平井ひ明ですヘッド出してますか <laughs> いきなりなんだって話ですねあインパクトゼロやってますか <laughs> あ、やってやって <laughs> やってやって <laughs> 今回はですねヘッドを出すっていう内容ですをやるんですけどもとろくんがですねいきなりラインしてきてくれてですね動画の中でヘッド出すって言ってんだけどヘッド出すって何っていうどうやって出すのっていう <laughs> まあ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 、まあ、そういう話なんですけど確かにそのヘッ ヘッドを出さない理論が多いですよね今ハンドファーストもグリップとヘッドを同時に出すとかで、こうヘッド単体でこうやって出すって僕なんかはそういうイメージなんですよもうこうやって出す本当に出す感じなんですけどヘッドの上手な出し方をちょっとやっていきたいと思います打席でやれよって話ですよね <laughs> そうそうなんですけどちゃんと説明したいんで家取りにしました平井弘明のワンダップゴルフ 結局、バックスイングを上げて、インパクトのところで、ヘッドがこうやって降りてきる。こうやって、降りてきるって言っちゃったな。<laughs> こうやって、ヘッドが降りてきて、そこで、インパクト後にこうやって、ヘッドがこうやって出てこないといけないんですけど、だいたいドライバースライスに悩んでたり、球が上がらないとか、飛距離が出ないって悩んでる方は、ここまで戻せたとしても、こっからこうやって一緒に、同時にヘッドとクリップが動いちゃうんですよ。そうすると、ボールを押せないんですよね。 引っ張ってる動作と一緒になるんで、これ、ここからヘッドを押してあげないといけないです、ボールを。それがすごい重要なんですけど、どうやって押してます、ヘッド。今、ちょっと動画撮る前に、トールくんにやってもらったんですけど、トールくんは100点でした。そのやった内容っていうのが、今ちょっとドライバーないんで、ドライバーでやってもらいたいんですけど、ドライバーの芯にこうやって人差し指を誰かに当ててもらうんですよ。で、やり方としては、こうやって、こう、立って、 それで、普通にこうグリップ持ってます。グリップ持ってこういう状態ですね。こういう状態で持って、で、誰かにこうやって人差し指でこうやって芯を押さえてもらって、あ、そうそうそう、こういう状態そう、それで、これをこうずっと押してくださいって言った時に、押せば押そうとこうやってなっちゃうんですよ。大体、皆さん、スライスに悩んでる方とか。これを開かないようにう、まっすぐこうやって押せなきゃいけないんですよ。こうやって。 このまままっすぐ押したら、どんどんフェイスってこうやって開くんです押せば押すほど。これが、スライスだったり、球が捕まらない、要はダフるっていう原因です。なんで、これも、僕的には、平井的にはですよ、企業秘密なんですけど、この人差し指の引っ掛け、これがめちゃくちゃ重要なんですよ。ここで、こうやって押せなかったら、フェイスが開いて押しちゃうんですよね。こうやって。こうやって。そう、だから、こうやって。 かけながら、フェイスを押せると、力をボールに100%伝えられるんですよ。要は、逃げない。こうやってなんないんで、こうやってなってたら、このまま、こうやって押せ、押せればいいんですけど、まっすぐ押してやってたら大いこうやってなるんですよ。開いちゃう。それで、こうやって押しち押せば押すほどこれダメ。力が逃げちゃうんで、押すときには、 こうやって押してあげるんですよね。そうすると力が伝わりやすい。ので、押し方としては、少しこう、被るような仕草で押してあげられれば、一番いいんですよ。ボールが、ちゃんと力が伝わるんで。トルク俺、左手リードの時って、何を刺してあげたらいい って言う俺。はい、来た。はい、来た。そこです。もう、トロ君はワンナップゴルフで英才教育受けてますんで、わ <laughs> かってると思うんですけど、そのまままっすぐ押したら開きますって言いましたよね。そうなんですよ。<ー>左手の甲をそのままずっと押してたら開くんですよ。ターンさせてあげる、要はこの動作が入れられないと、左手リードしても開きますよってことなんですよね。で、このまま、 出しっぱなしにしたら左脇も開くし、球は逃げ放題、押せないので、ちゃんと押してあげられるには、左手リードの場合はターンしてあげられないと、 球がままっっすすぐ飛んんんでできませんよってことなんですよねそうすると自然とターンさせてあげたらヘッドが出るんでターンしてヘッドが出ないことはないですターンさせてあげれば勝手にこうやってヘッドは出るんでその出し方をやってあげた方がいいですねでヘッドを出すという動作っていうのはすごい大事な動作なんで例えば球を抑えるとか何かするとかっていう時以外はできればヘッドっていうのは出してあげた方がいいですねそれはもうやってあげた方がいいな さっきそれやったときにさ思ったんだけどさ、うん、押そうとするとさ、うん、絶対右手だよ。<laughs> いや、そうなんだよ、ね。右手さ、押せないからね押。押すんじゃないじゃん、引くだのよ。だから 絶対右手だよね。そう。キャップを譲って左手で押すんだったら、加速あっての左手だからね。静止状態から押せって言ったら絶対無理。<ー>ね,ね,ね。そう、ね。そう絶対押せない。押せないでしょ。だったら、ヘッドスピード無限じゃないから、例えば、50以上あるんだったら左手でもいいけど、50以下で加速させよう加速させようつってヘッド押したら絶対右でしょいや、そうだね。そうだよね。後ろでなんだよね。そう、左じゃ押せないもんね。そう。こうなってくだけだもん。傾いてくだけでしょ。絶対こうじゃん。うん。うん。<laughs> ね、うんほぼほぼ不可能に近いというかあの押せない今言ったよりねだからね右手ってやっぱりワンナップは言うんです。うん それって、ほぼほぼ右で押してもらいたいなぁと思うんですけどね。今日ね、レッスン行ってきたんだけど、うん、今日レッスン来られた方はね、左、完全左なの。あ、そうなんだ。そう。完全左リードで、左手リードをするためのパーツの動きに全部し,したんで、ね、してもらったんで、ね。 いや、いい球出んだよね。いい音鳴るんだよね。揃えれば鳴るんだ。そう。まあそれができてる方だったから良かったんだけど。あそういうことか。そう。すごいいい動きしてんの。で、タイミング合った時の球。いいんだ。強いわ。その方良くなったから俺言うけど、うん、最初はやっぱりね、タイミング合ってなくて、 減らるのよ。ヘッドがキラーンって。それね、治ったんだけど、最後に。タイミングも良くなったし。したら、全然ヘッド踊んないんだよね。これね、ショップの方によく聞けば分かると思うんだけど、ショップでインパクトの画像、このスローのこの画像、8割9割の人がね、こうやって当たるの。当たり負けすんの。押せてないヘッドが出せてないんだけどね。引いてたり、押せてないから、インパクトがグワーンって当たり負けすんのよ。それがさっき言ってた、押せてないっていう。プロはそれがないの。だから飛距離が出るのね。 完璧なスイングがプロとアーマー両方できてます。うん、両方ヘッドスピードを43とします。うん、って言ったらプロは260飛ばせるのよ。うん、だけどアマチュアは210かそこら。それぐらい押せてないの。俺よくレッスンで、そんなもんじゃないですよ押すのってよく言うんだけど、本当にそんなもんじゃないの。それぐらい押せてないの。だから当たり負けって相当飛距離がロスする。本当にね、めっちゃくちゃ強いからインパクトって。押せてるかどうかってさ、うん、自分でわかんの <laughs> 自分,自分じゃわかんないかもね。例えば、計測器とかだったらもちろん数字でわかるし、うん、あとは、プロから見たら、もうヘッドスピードとボール初速が合ってないってはっきりわかんない。ヘッドスピード速いのに、うん、ボールがそんなことないないうそ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 う、わかる。で、あとは、インパクトを見てれば、キラーンってなる。<laughs> あ、そうなのそう。例えばこうやってクロムメッキとかだったら、こう、キラーンってなるよ。<う>なるんだなる。当たり負けしてるから。 ここってなるから。<ー>そう、まあ、ドライバーとかでも、<laughs> うん、グランってヘッドが大きいから、見える見える。わかる。あー,あ,ーあ,ーあーってなる。スイング綺麗でさ、ヘッドスピード速かったらなんか、うん、もうわかんないもんね、押せてるから。そうそう,そう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 。わかりづらいね。ね、うん、本人も、その気持ちよくワンピースで振ってたら、わかんないじゃない。でも、少なからず意識すれば、手元がインパクトでグランって動いたぐらいは、絶対分かってるはずなの。感じるんだ。そう。でも、飛んでなくてもナイスボール見たら、 すぐ t 拾っちゃうのよ。気にしないのよ。でも、絶対、ちょっとは違和感は絶対あるのよ。そうやってならないで押せてる時も絶対あるんだけど、うん、その時は、お今の感触いい、100点で終わっちゃってる時だただ。当たったって言う。そう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 。でも、今のクラブって、まあギア効果もそうなんだけど、うん、シャフトのトルクで当たったらこうやって戻るようになってんのよ。だから、いい球っぽい球は出るのよ。<ー>遅いかもしれないけど、球は。そう、それで、まあ、気にしないというか。うん ある程度部屋へ行ってくれてれば当たりはいまいちだったけど真ん中行ってるからいいやって判断したら追求しないじゃないそういうことは結構あるでももうプロを見たらはっきり分かるじゃあそのスイングの形とかヘッドスピード以外にその押せてる力みたいなのがまた加わるわけねこれねそうそうなの加わるのね加わるんだけど言いたくない言いたくないって言ったら失礼だけど詳しく言っていい言っちゃうの言っちゃうな人がいいから アドレス、アドレスからバックスイング上げました。うん、アマチュア。アマチュアが一番力むところって9時から6時なの。9時から6時がアマチュア。うん、力むところ。うん、プロは7時から3時。プロが力むの。うん、あ、そうなんそれの差。<ー>あ、これも絶対だから。あ、そうなんだ。そう。9時から6時力んでたら飛ばせないから。その後なんだ。そう。プロが力むのは7時から3時。 当たる直前ね。そう。多分、トールくん時計今入れてくれてるよね、多分ね。<laughs> <laughs> そう。それが、大きいさ。あ、そうなんだ。そう。もうこれはね、ほぼほぼ間違いないんじゃないで、ためって言うでしょ。うん、9時から6時力んだらためられないの。<laughs> 言っていい溜めたら溜めた分、右に行きます。これも絶対です。7時から3時が力めて溜めるんだったら、要はそこから加速するために溜めてるんだから。だから、その作ってる時間よ。パワーを溜めてる時間がため。でも、アマチュアの方、要は飛距離が出ないって言ってる。 スライスが出るって言ってる方は9時から6時を力むからたまらないしそれをためようとするから当たらないし飛ばないのそうなんだねそうこれは絶対よそ,そしたらスイングとかヘッドスピード以外に第3の観点で押せてるかっていう、うん、今度の視点も必要になってくるわけだ、うん、えじゃあヘッドスピード速くてスイングもしっかり。 全然いる。そうなんだ。あの。何が悪いか分かんないじゃん、そんなの。要は、俺の同級生野球部ですごい球打つつたじゃない要は、球が吹ける。うん、吹け上がっちゃう人は、9時から6時が力んでるから。あ、そうなんだ。そう。変な話、インパクト直前、インパクトからフォローが、ブワンって力めたら球って吹けないから。そう,そう。で もっと詳しく言うと、9時から6時力んだら、インパクトから徐々に減速しかできない。うん、要は、当たって終わりになっちゃうから。<ー>ここまで続かないの。これは新しい視点だね。これはね、もうほぼほぼ絶対だな。そう。で、だったら9時から3時まで力めばいいじゃんって言ったら、それ、綺麗なスイングだから。<laughs> 同じで変わんない,変わんないから。力感変わらないんだけ、ね、そう。そしたらそれ理想、もちろん理想なんだけど、<laughs> うん、したら、うん、平井が今、9時から6時まで力んでるっていう話はなくなるから。そうだね。そう。<laughs> そ,うそうだね。確かに。そう。変わんないんだ、ねそ。そう。 だから、飛ばない、打ち急ぎ、スイング速くなる、うん、シャンク、そういう類いよね。は、9時から6時が力んでる人。9時から6時が力んでる人は、欲張りさん動画あるでしょあれ,あれ、あれだから。<ー>右膝、浮く、うん、起きる、うん、寝る、うん、これだから。全部繋がる。でもあれだな、俺打つ時9時から6時力むね、やっぱり。戻さないと、戻さないとって思うから。<laughs> なるほどね。力む、そこで。なん、なんていうの<ー>戻そうとして力んでる。よくないのか、それも。 俺、戻せてると仮定して、戻せてるから言えるけど、戻してから力んでみて。そういうことなのああ要は、右手のひらが地面と垂直って言ってるじゃないうん、うん、で、垂直でずっとキープできてたら、オールゼロなのよ。うん、どこでもインパクトゼロなの。はいはい。全ゼロ。全ゼロ。そう。ってことは、もう戻さなくていいじゃないああ、戻ってるんだ、ね、そう、戻ってんだら。で、それをインパクト付近まで来たら、そこから力んであげたら、戻してから力んでるようなもんじゃない<ー>したら、その分引き受けてるから。 うそうだからこういうスイングをしたら今ふざけてるけど、うん、実際それ打席でやったら、うん、めっちゃいい球出るから<ー>そうそれぐらいそのインパクト後に超加速して背中にガーンってシャフトがつくぐらい<ー>その代わりインパクト後じゃないとそれをやっちゃダメっていう加速をしちゃダメって、うん、やったら結構いい球出る<う>で振り遅れないから <laughs> ないんだ <laughs> な,いないないないだって力んでないの 力まなきゃ振り遅れないそう。だから、プロゴルファー全員聞いてないからもちろんわかんないけど、イメージとしては、バックスイングって、前もなんか動画で言ったかもしれないけど、バックスイングって、ここまでバックスイングなのへー。そう。こっから、えっ、ー、と、5センチダウンスイングして、インパクトして、はい、そっからガーンってフィニッシュ飛ぶから。そういうイメージなんだ。そう。バックスイング。ここまでだから。バックスイングって。だから、ここまでスピード変わんないのよ。そっからなのそう。こっからガーンって、そ,っららそう。 恐ろしいぐらい曲がんないよ。それ言ってる人いないね、多分。ていうか、まあ、他のチャンネル見てねえから <laughs> 知らないんだけど。確か,確かに、確かに。知らないけど、はい、初めて聞いた。うん、多分ね、あの、バカバカしくて言わないんじゃない今みたいに。お前バカだねっていう感じだから平井。そうなのわかんないけどね。<も>俺はでもそれだよ。言ってる人いなくないバックスイングは、ここまでバックスイング。で、こっから好き放題加速していいの。もうここまで来たら振り遅れることはないから。確かに。もう、あと一歩でゴールだから。 そうだね。そう。そっから危険することないじゃない、はい。そうで。こっから、キャーンって、どこまでフィニッシュで加速できるかだだから、力み放題なのよ。それがね、もちろん、もう30センチ手前でもいいし、30センチ手前でも振り遅れることはないから。うん、そこまで来てれば。打性でここまで来てんだから。そうなのあ、それの方が飛ぶんだ。飛ぶ飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ、飛ぶ。飛ぶえ、ってことは、なんかあんまりバックスイング上げなくていいような気がしてきた。そう。俺、バックスイングは体の回転は次第。はい。<laughs> そう,だ、ね、そう回しすぎがもう一番いいぐらいねそう回しすぎはバックスイングで親の敵取ってるから本当にこっちで何ヤード飛ばそうっていうぐらいバックスイング頑張ってる人多いから <laughs> そっちじゃないもんだって反対だね反対だよ左左そういうかそれに繋がるんだそうバックスイングでフォローの方が大事って言ってるじゃない言ってるそう そ確かにね。確かに、ね。いやー、これはちょっとあれだね、今、行って、打ってみたいね。あー、打席でやりたいね。打席でやりたい。俺も証明したい。いや、本当だよって。いや、でも大丈夫よそれはしなくて。うん、どうせ、あの、プロだから打てんでしょって思われるだけだから。はい、チームに。 そうだねでもあの多分打った本人が一番びっくりすると思うあそうそっかそういうことかだから深くしなくていいんだそうでよく考えてアドレス好きなアドレスいつものアドレス取ってそっからこうやってあげてここまでバックスイングなんでしょって言ったら例えば多少飛ばしたくて安定感出したい時にそれやってほしいんだけどその時にあのね途中になんか入れらんないでしょあそうだねねそうだね そっから入れられないでしょ、何にも。だ,ね、だから入れなくていいって言ってんの。必要がないから。で、そっからもうフルスロットルでフィニッシュまで行かなきゃいけないんだから、それも時間ないじゃないだったら自分のドシンプルな一番最低限の動きしかできないじゃないだから理論はいらないのよ。<laughs> そう。だからプロテストが受かるの。考えないからね。自分の打つ球に対してその強弱をしてるだけだから。<ー> 変なさ、変なこと言うけど。ああじゃあ、ああ練習って、ああこの5センチ前から、ここだけでも練習になるの全然なる。要は、ボールにアジャストして、くっついたまんま、こっからこうやってどう運べるかだから。だから、引きずりながら、こうやってやる練習とかあんのこの前ね、都内からレッスンに来た方がいて、ウォーミングアップそれで始めたのよ。ボールここにあって、フェースを真後ろにもうセットするのよ。で、そっからバックスイング取んないで、こうやって打つのよ。 で何番だったっけ ?7 番ぐらいで打ってたのかな ?30 ヤードぐらい飛ぶのそれ見た瞬間に、ダイヤモンドだと思ったもん原石だと思った。そうなの、うん、あ、俺言ってないのに、この人ゴルフ知ってると思ったもん要は、インパクト後の加速ができてなかったら、<あ>それできないじゃん。そうだね、うん。やばいと思った。 それぐらいバックスイングじゃなくてインパクト直前からインパクト後の加速でフィニッシュまでのフルスロットルがめちゃくちゃ大事そっかじゃあそれやってみたいねあ<ー>ういうねあああああそれやった後に打ったらちょっと違いそうだね感覚そう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 絶対違うからねあ。そうでもバックスイングは自分の力感内でやるし、うん、インパクト前の動きが大事っていう印象があるから、うん、体の右半分をすごい大切にする方が多いうん 左だから戻ってきてりゃいいのかそう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 。どうやって動いてても、うん、そう,う,とかそうだからインパクトとフォロースルーのためのバックスイングを取ってればいいのよバックスイング取っちゃダメよねバックスイングのためのためのバックスイング取ったらいやちょっとなまたトウロくのお題からいい話になっちゃっ バックスイングによるバックスイングのためのバックスイングになっちゃダメってことですね。<laughs> ダメ。いい。いい。それやってる。いい。いい。そうなっちゃダメ。ね。そう。すべてはインパクトとフォローとフィニッシュのためだね。だから、結局はインパクトゼロのためだね。<laughs> そうだね。あん,あん。だ本当にね、インパクトちょっと前からボールがあって、うん、この辺からパパーンってこうやって打つ練習。そうだよね。そう,そ,うそ,うそう。そう。ああいうのとかいいし、もちろんくっつけてもいいし。ああ、 そう。そっちのが大事なんだ。そう。だから本当にアドレス取って、バックスイングをここまで取れたら最高。そしたら、切り返し急がないし。そうだね。そう。力まないし。そう。力むとこそこじゃないって分かってるじゃないそう。だから、結構いいことが多くて。で、心地いい力みになれないんだったら、インパクトが。したら、ちょっとずつ後ろにしてって、でもダウンスイングまで戻っちゃダメよって。なるべく半分以上降りた、45度よりも左から加速しないとダメ。ボールに近ければ近い方がいい。いい、いい。 それはね、絶対練習したがい、い右手左手言ってる場合じゃない。でもさ、ね、でも余計さ、うん、ボールに近くなって押すんだったら。余計に右手だ余計に,そ,に、ね、そんなの。<laughs> 言うまでもない。だよね。だって近づいてきて左手じゃないじゃん。<laughs> 無理でそうそうそう。こっからきっかけ左手でつくんだったらわかるけど、もうここまで来たら無理じゃん。いや、そう、引くしかないう <laughs> そう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 。だから、今日のレッスンした方は、もう、引き方を教えたの。 超いい弾き方を教えたの。あるんだ。めっちゃいい球。これはでもその冗談抜きで、来て左手リードって判断した方にしか言わない。<laughs> ワンナップは右だから。いや、だけど、あの、何が受けるって、その、左手系を教えるんだもんね、ちゃんと。そうだよね。そうだよね。ニーズ、ニーズです。教えないのかなって俺思ってんだけど、教えるんだもんね、ちゃんとね、それね。そう。多分、トール君、その、今日レッスン行ったら、教えんのかっつってる、多分。言ってる、そうだ言ってる。俺行かなくてよかったって言っちゃうから。 そう。ちゃんと教えますよ。ちゃんと教えます。<laughs> だから反対してるわけじゃないってことね。そうよ。そういうのもあるって知ってるけど、うん、押してないだけ。そうだね。うだから、本当に実際、ちょっとね、その方、フックに悩んでたの。フックに悩んでたんだけど、そのフックも薄いドローに収まって、<ー>インパクトも厚くなって、最初弾が軽い軽いってご本人も言ってたんだけど、うん、弾も強くなってきて、そうだから、ちゃんとした弾き方と、どうちゃらこうちゃらを言って、すげえ良くなった。だから、右だけじゃないんです。 So. うん、黙ってたら右しか言わないですだからヘッドの出し方っていうのを見つけてもらうというよりは今のちょっと試していただいてでそっから自分なりにヘッドっていうのはどうやって出した方がいいか出すことはもう間違いないんですけどその出し方を出しやすいやり方を見つけていただいた方がいいですねあとはもちろん球を抑えるとかになったら出す出さないってなってくると思うんですけどノーマルのショットとかあとはこう捕まった球っていうのが出したい時っていうのはヘッド出していった方がいいんでこう率先 してこう右手を使ってヘッド前に出す動作をしていただいた方がいいと思いますねで。今回はですねヘッドの出し方について動画を撮っていきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。